時刻は2時47分です。和みの暮らしのコーナーに入っていきます。の前に先ほど私映画のコーナーで、天風録のコラムを紹介した時に、沖ノ島の町名を海士町と思わず読んでしまったところがあるんですが、海士町のが正しいということでございました。大変失礼をいたしました。訂正してお詫びいたします。さて和みの暮らしのコーナー、今日はですね変則的な出番ということになりましたが、やっぱりこうふるさと話もありましたし、いろいろなこう風景についても語ってみたいということで、今日は清水正弘さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、曲の間にもその沖ノ島の話で、ね、盛り上がっていましたけど、素晴らしいですよ沖ノ島は。沖ノ島が、先ほど その、はい、古典相撲ですかね、はい、それ私自身は見たことはないんですけれど、沖ってのは非常になんかその不思議な場所ではあるなと思うんですね。まあ、確かにご存知のようにな、ですかね、古事記の、にも書かれているように、日本の一番最初 その島々の一つでもあるんですけれども、まあ、日本海にね本当にぽっかりと浮かんでいるような島なんですけど、はい、まあ、道後と道前という、まあ、4つぐらいの、大きな島に分かれるんですが、先ほどね今おっしゃった海士町なんかもそうなんですけれども、はい、私毎年行くんですよここには。もうたまりませんっていうかですね。夏の沖、それからまあ四季を通じていいんですがね、やはり一般受けするのは夏の沖でしょうね。もう海の幸から山の幸からですね、もう星空から、あとは海にプランクトン の夜光虫の流れっていうのが海の中の天の川のようなものですね。すごいですね。ぜひ行かれるんでしたら、私の知り合いがその西之島というところでホテルやってますから、入江に隣接したホテルなんでですね、わまたこの景色もいいところに、いいですよ。もうこの映画を見て本当に沖一度行かなきゃ、前から行ってみたいなと思ってたんですけども、松江港から港はですね境港、もしくはですね島根県側、境港鳥取県ですね、で島根県側には七類って言ってですね、漢数字の奈良に、種類の類っていう、でそれで七類港っていうですね、この2つの港から沖ノ島行きのいろんなフェリーとか高速船が出てるんですよ。でも時間かかるんですよね。高速船でもね1時間です。高速船だと1時間ですかね。広島から境港まで私がよく言うときには片道車で4時間、走るんですね。でそして境港のところの無料駐車場がありますから、そこに車を置いといて、はい、でそして高速船で1時間ということは、朝出れば午後の、2時3時ぐらいには沖ノ島に到着できるんですよ。でまあ、一泊だけっていうのはちょっともったいないですから、 その日と必ず翌日1日丸々ですから、2泊3日は最低欲しいなっていう感じですよね。そうじゃないと満喫はできないですね。できないですね。2泊3日でもやはりその島々がありますからね、ですからそのほとんどの島を回ろうと思えばやっぱり3日4日ぐらいは最低でも必要じゃないですかね。いろいろ置き話に話が尽きないところではありますが、今日のテーマはまた違うところなんです。そうですね。ですよね清水さん。そうなんですよ、はい、もう本当に、沖ノ島じゃなくて今度は足元の瀬戸内海に浮かぶ島でですね、はい、もう私たちに広島人にとってみたら本当に馴染みの深い世界遺産の宮島なんですが、この宮島ご存知だと思いますが、宮島には三線っていう山があるんですよね、はい、あります。でこの山に、この山が正月っていうか1月の上旬の、ちょっとした風物詩的な風景が広がるっていうかですね。1月上旬の風物詩的な風景、それは何ですか。初日の出を見にみんなが上がろうという。そうですね、初日の出、正月元旦に登る人もいるんですが、はい、この間私1月の6日の日曜日に、人を連れてこの店に上がってきたんですけど、いわゆる、初登りの人がもうとてつもなく多いんですよ。初登り、いわゆるその2013年、まあ、今年ですね、はい、が明けた時に、広島の、まあ、山を愛するような人たちが、初めて今年になって登る山を宮島の三線というですね、いうふうな形で設定をされてるんですよ。これは去年も一昨年もずっとおそらくや延々と続いてきてるというふうに思いますよね。ちょっと待ってください清水さん。日本のねあちこち見渡したらたくさん山あるじゃないですか。いっぱいありますね。それは初登りを未然にしようとおっしゃる方は
その近郊にお住まいの方だけではないではないですよ。なぜその一番にしたいと思う、一番にっていうのはなぜなんでしょうか。まあ、おそらく、まあそのまあ、神の島というふうな、ね、形のこともあるでしょう。それから世界遺産ということもあるかもしれませんが、まあ、とりあえずあの宮島の御船という、まあ、昔ここはその修験の山でもありましたから、修験の山、ですからおそらくこの御船に登ってで、まあ、今年1年間の登山の、まあ、安全を祈願するとかですね、というふうな意味合いも多いと思いますし、それ以外にもやはりちょっと厳粛な、感じにもなるんでしょう。それからもう一つは山に登った後にもちろんのことながら厳島神社に参拝をするとかですね、というふうな、人たち、もいますし、山から降りてきて、初のですね、いろんな宮島のもみじまんじゅうを食べるとかですねこの間もいっぱいいましたけども、その牡蠣をですね、焼き牡蠣を初食うとかですね、みたいなですね、そういうような形の場所として、まあ、選んでらっしゃる人も多い。並びにね、山登りの方ばっかりじゃなくて、1月6日はですね、私が出会ったのは確かに山ガールと言われるような人たちもおりましたしね、それから廿日市だったっけなのソフトボールチームのですね、がまとめて、府県もまとめてですね、30人ぐらいの団体で上がってきたりですとかね、で外人さんももちろんいましたし、もう頂上はね本当にね、もう立水の余地もないぐらいですそんなにたくさんの人たちで賑わっている。でもたくさんの山はある中がある中で、その店山登りのこうされる方々にとっては登りやすい山。そうですね、ご記憶だと思いますけれど、去年の12月の下旬ぐらいに、一人のね、呉の女性だったかな、この宮島の御船に登って、2日間ぐらいちょっと、まあ、行方不明になった方がいらっしゃいました、はい。まあ、確かに御船という山は標高500メーター強ぐらいなんですね。ですから、まあ、ただ海抜0メーターから歩いて上がりますから、普通の人であればだいたい1時間半ぐらいあれば頂上に上がれるんですよね。あります。で、ルートはたくさんあることあるんですよ、はい。ですから そんなにですね、まあ山歩きの基礎を、そんなにその何ですかね、踏み外さなければっていうかそんなに大した山ではありません、ここですね。ただおそらくその、まあ、行方不明になったその女の子が、まあ、どうだったか分かりませんが、まあ遅い時間帯から登り始めるとかですね、それから頂上から降りてくるときにあんまりにも頂上で展望がいいですから、はい、長居をしてしまって、遅くから降り始めるとかですね、みたいなですね、そういうまあ基礎的な形のことをおろそかにすればやはりこの間の事故のような形のことになってしまう可能性はありますからね、気をつけていただきたいですよね。やっぱり登山ルートとしてこういくつか整備されていても、やはりこう季節的なものを考えると日のあるうちに登って降りてくるというのが、そうですね、一番、特に今のような冬場なんかはですね、もうそのこの間の1月の6日もそうでしたけど、はい、3時半ぐらいからですね、宮島の御船の北斜面ということは要は廿日市側ですね、そちらの方の斜面はですね、もう薄暗くなってくるんですよ、森の中ですから。で一気にもう4時5時ぐらいになってくると、どんどんその、本当に足元が見えないぐらいのような状態になってきますから、まあ、3時前ぐらいにはもう下の人の通りのあるようなところに降りてくるっていうですね、そういうような計画を立てとかないと、危ないことになる可能性もありますよね。やっぱりこう相手は自然でもありますしね、そういったところはこうきちっとこう心の準備、そしていろいろなこう準備をして出向くということが、ね、そうですね、大事だと思いますよね。清水さんからご覧になったその御船の魅力っていうのはどこにあると思いますか。そうですね、やっぱり頂上からの眺めも非常にいいんですよ。広島の市街地も見えますし、はい、廿日市市街地は非常にそのクリアに見えますしね、それ以外にも呉方向も見えますし、まあ、360度の展望が広がることは広がりますね、はい。それともう一つはロープウェイもありますからね、はい、ですからある意味で言いましたらね、その間口が広い山っていうふうに思います。まあ、それだけまあその行かれる人がまあ多いっていうような形のことなので、まあそれだけまあお答えになってないかもしれませんが、それだけまあ私以外の人もやっぱり惹かれるところがある。でそれはなぜかなと思ったら、やっぱりそのここが神の島だっていうですね、で頂上のすぐ下のところには、まあ、1000年以上消えていないっていうその消えずの火っていうかですね、そういうようなものもあったりですとか、
そういうふうなやっぱりその、まあ、今年はあの、うんまあ、聖地がブームになるって言われておりますけど、聖地がブームになる伊勢神宮ですとかね、それから出雲大社、はあはあまあ、ここの2箇所が非常にあの、まあ、遷宮って言ってですね、そうですね、ね、でそれでその、まあ、書店を行ってもその、まあ、女の子に受けるようなですねその聖地本みたいなのが結構出てるんですよね。まあ、この宮島もそういう宮においては一つの大きな、まあ、ホーリープレスというかですね、厳島神社そのものだけじゃなくて宮島という、うん、この、まあ、島の持ってる、まあ、エネルギーみたいなものといいますかね、はい、行かれたらお分かりになりますけど頂上のところにはもう大きな大きなその巨石がいっぱいあるわけですね、うん、なぜこんなところにと思うぐらいですね、うん、やっぱりそういうふうなものにやはり昔の人っていうのは惹かれたりとかしてそこでその修験の、場所と選んだりですとかねしてきたんでしょうし、うん、まあ、古戦場跡もあったりとかですね、はい、したりとかするので、うん、まあ、歩いてるだけでも非常にその楽しい山ではありますよね、うん、はい。